一番大きい活動というか産業としてはお菓子作りが、今かなり収益としてもあと業務量としても今多くて、自主製品作成の製造とはの製品作りと、あとはまあその製造作業とか、委託作業、あとはまあこのカフェっていうのがまあ4本柱といいますかね、で今活動しているところですね。外部から来てくださる支援者の方とですね、あとまあ仮設に住んでいらっしゃる、仮設だけじゃないんですけど、町民の方たちが交わる場所になってもいいよねということで、ここを作ったというか、集まらずに孤立というか孤立化しやすいのはどちらかというとおじさん型なのかなというところで、最近そのおじさま型の利用が増えてるんですよ。本当にここの建物はそういう全国の方たちの支援でできたところではあるので、本当こう私たちだけのものではなくて、その多くの方に共有していただきたいというか、という部分で、先ほど言った、おじさま方とかもそうですし、あと全国の方たち、支援の方たちもそうですし、あと私個人的にっていうのはあれですけど、やっぱ同じ山本町の被災した方たちといってもですね、やはり沿岸部でお家とか家族を失って仮設住宅で住まわれている方と、あとお家は残っている、在宅で生活されている、山間部といいますか、高台の方に住まれている方と、二極化というか、二つあるんですよね。そういう方たちが何かをきっかけに交わる場面ができればいいなというところで、このカフェ、町民と町民の中での交わりもつながりもここでまたちょっと再構築できたらなっていうので、ちょっと集える場所にもなってもらいたいなとか思いつつ、山本町のカフェ地球村にお気軽にお越しください。お待ちしてます。